イ号第25潜水艦、イ号第25潜水艦、イ号第2、15潜水艦、旧自体、イ号第25潜水艦は、第日本帝国海軍の純正を継がた、15型潜水艦潜水艦の6番艦。アメリカ合衆国本土を複数回にわたり、潜水艦搭載偵察機で爆撃し、また米英戦争以来130年ぶりの、 アメリカ合衆国本土に所在するアメリカ軍基地への艦砲射撃を行ったことで有名。1937年昭和12年の第三次海軍軍備補充計画3計画により、1939年昭和14年2月3日に三菱重工業神戸造船所で起航。1940年昭和15年6月8日に浸水。 1941年、昭和16年4月28日、田上え秋継中佐が偽装委員長に着任。1941年10月15日に巡航した。巡航と同時に、田上中佐は艦長に着任する。同日、横須賀鎮守述席となる。31日、巡航した24と共に、第6艦隊第1潜水船隊第4。 潜水隊を編成した。これは、旅53型からなる仙台の第4潜水隊が、所属艦の除籍により1940年、昭和15年4月1日に解体されて、以来、三代目となる。11月7日、スクモワンで航空機搭乗員の飛行長、藤田信夫飛行兵装長、偵察員、奥田昭三飛行兵装と例、ー揮小型水上偵察機を搭載した。 太平洋戦争開戦時、第6艦隊第1潜水船隊第4、潜水隊に所属。11月21日、イ25は、横須賀を出港。12月5日1430、オアフ島北西沖で、米商海域発揮を発見し、深度30メートルの位置へ先行。真珠湾攻撃時には、オアフ島北東沖で紹介をしており、真珠湾の方向から、 複数の爆発音を聴取。9日夜、浮上充電中に、威力が、オアフ島沖を東北島へ向け航行中のレイキントン、9、空母1、巡洋艦2隻を発見したため、迎撃に向かった。10日レ41後、オアフ島北方沖を、浮上構想中に、米商海域の攻撃を受けたため急速戦航を。30分後、潜望強深度に浮上した際に、 爆雷攻撃を受けたため回避。11日、公天の中を、浮上構想中大破に襲われて、司令塔の窓ガラスが破損。負傷者4名を出した。14日、アメリカ西海岸沿岸における通商破壊作戦に参加し、コロンビア川川口沖を紹介。18日0845、コロンビア川川口西方10階立地点付近で、浮上構想中。 白い光を放つ船を発見。攻撃準備中、船は前方の暗闇へ消えていった。20分後、右玄艦手前方に、米ユニオンオイルシャタンカー LP セントクレア、LP ストリートクレア、8066トンがいるのを発見し、魚雷を発射。火柱が上がったため命中したと確認。LP セントクレアは沈没するだろうと判断したが、実際には、LP セントクレアには、 魚雷は命中していなかった。19日、先行して速力を上げた際に騒音が出ているのがわかり、さらに艦のトリムが前方に傾斜しているため調査したところ、格納塔に浸水していることがわかった。12月22日、ロサンゼルスとサンフランシスコの間の海域に移動。1942年、昭和17年1月1日、 オアフ島西南西100海日点付近で、イスンが発見した、米機動部隊の迎撃に向かった。3日0530、米哨戒機を発見したため先行して退避。4日0845、米プビーカタリーナ3機を発見。6日1900、遠方で照射される、単焦島を発見。8日1900のジョンストン島南西沖で先行中に空母を発見。空母は、 艦載機を発進させようとしているように見えた。E25 は2500メートルの距離で巨雷4本を発射し、4回の爆発音を聴取。護衛艦の推進機をがしていたため戦火確認はできなかったが、空母を撃沈したと判断。後に水上規模艦ラングレーと判断され、大本営発表で報じられたが、連合軍側に該当艦はなく、後に撃沈された本物のラングレーは、 台本営表では、特設空母と報じられた。11日1130、クエゼリンに到着。午後、開かなくなった、格納塔扉の開放作業中、突然格納塔扉が開く事故が発生し、乗員1名が死亡、1名が頭部に重傷を負った。2月1日、クエゼリンは、マーシャル・ギルバート諸島機動空襲を受けるが、イ25に被害はなかった。 その後迎撃に向かったが空振りに終わり、4日2100にクエゼリンに戻った。2月8日、e、25はクエゼリンを出港し、オーストラリア方面に向かった。15日、シドニーの航空偵察をする予定だったが波が高く、翌16日も同じ状況だった。17日0430航空偵察を行い、軽巡産駆逐艦に潜水艦号を含む、 23隻の艦船の在泊を報告。0730に搭載機を要求した後、14ノットで南に向かった。26日早朝、メルボルンを飛行偵察し、10時一、1軽順後、輸送船19の在泊を報告。搭載機の迎撃のために戦闘機2機が発進したが、見つかることはなく、対空砲火を受けることもなかった。3月1日、ホバートを 飛行偵察し、輸送船号の在泊を報告。6日2015と2232、輸送船1隻ずつを発見。7日0400、ウェリントンの飛行偵察をする予定だったが、降天による艦の揺れを考慮して水上から発進する、こととした。しかし、艦の揺れがひどく、主翼が損傷したため中止された。翌8日0300、 高天による艦の揺れを考慮して水上から発進し、飛行偵察。搭載機の要集後航行中、6000トン級の輸送船を発見。12日1630、グレートバリア島北東沖で、小海底2隻に発見され追跡されるが、振り切ることに成功。13日、オークランドを飛行偵察し、輸送船4の在泊を報告。搭載機の発進から1時間後。 接近する輸送船を発見。砲撃準備をするが、相手は E25 を見つけずに去っていった。搭載機の要集後、E25 は、この1万トン級輸送船を追尾し、魚雷を2本ずつ、計4本発射。2回の爆発音を聴取し、輸送船を撃沈したと判断した。16日、2万トン級輸送船と護衛の従順一隻を発見し、 攻撃位置への移動中、従順が E25 の方へ向かってきたため先行。その後浮上し、搭載機を使用して相手を探したが、見つけられなかった。19日早朝、スバを飛行偵察し、エメラルド休憩巡洋艦1、輸送船4、小型船若艦の在白を報告。搭載機はサーチライトで照らされたが、発行信号を送ったところサーチライトは消えた。 22日1445、北に向かう、従順一隻を発見するも、追い越すことができず攻撃に失敗。23日、パゴパゴに到着するも、公天により飛行偵察は中止。その後、戦望鏡偵察を行った。30日、トラックに到着。31日1500、トラックを出港し、4月4日に、横須賀に到着して、整備を受ける。 5月11日1330、E25 は AL 作戦に参加して、横須賀を出港。26日、ダッチハーバーを飛行偵察するための準備を行う。27日未明、発進準備中に、米巡洋艦が接近。そのため搭載機を発進させようとしたが、射出機の故障により発進できないため砲撃準備を行った。巡洋艦は、e、E25 を見つけず、 2000メートル離れた位置を通過して、去っていった。その後、射出機を修理して、飛行偵察を行い、巡洋艦3、駆逐艦8、輸送船6の在泊を報告。搭載機を要集して先行した後、駆逐艦2隻がやってきたが、E25 は見つからなかった。29日、シアトル西北西へ700海に地点付近で、巡洋艦と輸送船1隻ずつを発見するが、 接近中に見失う。そのため、搭載機を発進させたが、厚い雲に覆われているため見つけられなかった。6月2日、シアトル沖に到着。5日、シアトル近海で1万2000トン級輸送船を発見して、魚雷2本を発射したが、命中しなかった。14日、オレゴン州沖に移動し、竹製の偽の潜望鏡を周辺に巻いた。21日、 のフラッタリー岬近海で A 貨物船、ホートカモスン、ホートキャマソン、7126トンを来撃して撃破。撃破されたホートカモスンは、A と退避している。この時、カナダ海軍のコルベット・クイネルが E25 を捜索したが、見つかることはなかった。22日、オレゴン州アストリア市郊外の陸軍基地を潜水艦基地と誤認し、後部手法で、 砲砲弾17発を発を射、フォーート・ススティーブンス砲撃。当初はアストリア市街も攻撃目標に含んでいたものの、コロンビア側の河口を入ったところにあるアストリア市街へ砲撃は届かなかった。突然の攻撃を受けたフォートスティーブンスはパニックに陥り、陸砲が配備されていたにもかかわらず、イ25に対して何の反撃も行えなかった。 この砲撃によって電話線や送電線が一時寸断されたものの基地施設の損害は皆無であった。また人的被害も配置につく際に転んで頭を切った兵士一人のみである。なお、この攻撃は米英戦争以来およそ130年ぶりのアメリカ本土に所在するアメリカ軍基地への攻撃であり、その後現在に至るまで外国軍によるアメリカ本土の基地への軍事攻撃は バレていない。また、一発がゴルフ場に着弾しており、現在そこには記念碑が建てられている。その後、訓練飛行中だった航空機が E25 を発見し、間もなく通報を受けた A-29 ハドソン攻撃機が出撃している。ハドソン攻撃機は E25 に対する爆撃を行ったものの、損傷を与えることはできなかった。 27日、ダッチハーバー、港沖に到達し紹介。30日、紹介区域を離れ、7月17日に横須賀に到着した。8月10日、第4潜水隊の解体に伴い、第2潜水隊に編入された。9月、イ、e、25は、搭載機によりアメリカ合衆国オレゴン州の山林に対して、焼夷弾投下を行った。 これは同リットル空襲に対する報復の意味を持ったものであった。山林に対する昇意弾投下となったのは元シアトル総領事から軍令部の作戦課長への山火事を起こさせれば付近の住民に相当の脅威を与えることができると思うという手紙が喫下であった。イ25は第六艦隊直属とされた。イは8月15日に横須賀を出港し、 約2週間後に、オレゴン周辺岸に到着。天候の回復を待ち、9月9日早朝に、ブランコ岬の西25海里で浮上して、飛行機を発艦させた。同期は、山林地帯に、焼夷弾2発を投下し火災の発生を確認したが、前夜大雨が降っていたため大火事にはならなかった。エミリー山の森林監視所では不明機と、森からの白煙が確認されていい。また、 現場で不発症遺断が発見され、日本製と確認されたという。9月10日、E25 はアメリカ陸軍第390中隊のハドソンに発見され150キロ爆弾3発を投下された。これにより、電信室に浸水し、電線引き込み口が破壊された。この後もさらに爆弾7発が投下された。9月29日夜、 二度目の焼夷弾投下を実施。火災は E25 からも確認された。焼夷弾は三回分搭載されていたが、三度目は視界不良などのため中止となった。この攻撃はアメリカ合衆国本土が飛行機によって爆撃された唯一の事例である。10月4日早朝のクーズ米近海で、浮上充電中、漂流中の担架を発見。 このタンカーは12000キロリットルのガソリンタの石油を積んでサンペドロからポートランドへ向かう途中、機関故障により漂流していたベーシェルオイル車タンカーキャムデン、カムデン6653トンだった。B25 は先行して魚雷2本を発射し、うち1本がキャムデンの右げ選手に命中。積み荷に引火したキャムデンは0705に放棄され、選手から沈没した。 その後、7回里北方で航行中の米、t にタンカービクター、H ケリー、ビクター H ケリー、8168トンと、護衛艦の推進機音を聴取したが、9シップと判断したため攻撃はしなかった。0736には、遠方で6回の爆雷の炸裂音を聴取。09002も、複数の爆雷の炸裂音を聴取した。6日2120。 のセバスティアン・ミサキ近海で先行中、ベイリッチフィールド・オイルャタンカー・ラリード・ヘニー。ラリーでいい日に、7038トンを発見したため、来撃したが、命中しなかった。そのため浮上して追跡したが、暗闇による視界不良により見失ってしまう。2206、前方に、突然、ラリード・ヘニーが現れたため、魚雷1本を発射。18秒後、魚雷は、 ラリードヘニーの左舷に命中し、直径4メートルの穴を開けた。爆発により、E25 は激しく揺さぶられ、甲板と司令塔に破片が降り注いだ。ラリードヘニーは炎上し、沈没した。7日、早朝、ラリードヘニーの生存者を救助中の米雑駅艦を発見。午前中には、駆逐艦2隻を発見。2145には、駆逐艦に追跡され、 爆雷攻撃を受けた者の,の被害はなかった。10日、紹介区域を離れる。11日のオレンゴン州西方960里地点付近で波が高い中サンフランシスコに向かう2隻の船を発見。当初戦艦と判断していたが、間もなく、浮上構想中の米潜水艦と訂正した。1100、e、E25 は先行し、最後に残った。 魚雷一本を発射。30秒後、魚雷は潜水艦一隻に命中。潜水艦は大爆発し、艦首を上にして45度傾斜した状態で艦尾から急速に沈み始め、2回目の大爆発を起こした。煙が消えた後、海上には重油が漂うだけだった。しかし、この潜水艦はダッチハーバーからサンフランシスコに向かっていた。 ソ連潜水艦 L-16 であった。当時、日本とソビエト連邦の間には、日ソ中立条約が締結されており、戦争状態ではなかった。全員が戦死した。一緒に航行していた L-15 の報告によれば、潜望鏡の鉱石を発見し、4.5センチメートル砲5発を発射。うち一発が潜望鏡に命中したという。24日。 横須賀に到着。12月1日、イ25は横須賀を出港し、トラックに移動。9日、トラックを出港し、12日にショートランドに到着。13日、輸送物資を搭載して、ショートランドを出港し、ガダルカナル島に向かったが、任務は中止された。14日、ラバウルに到着。17日、輸送物資を搭載して、ラバウルを出港し、 20日にブナに到着して、輸送物資8トンを下ろしたが、途中で、米魚雷艇2隻を発見したためそれ以上の揚陸を中止して出港。23日にラバウルに到着。25日、輸送物資を搭載して、ラバウルを出港し、27日にブナに到着したものの、米魚雷艇を発見した上守備隊との連絡が取れなかったため一旦退避。 28日に再度連絡を試みたものの応答がなかったため諦めて出港。31日、ラバウルに到着。1943年昭和18年1月5日、輸送物資25トンを積んでラバウルを出港。7日にブナに到着して輸送物資を揚陸し、傷病兵70名を収容した後出港。8日、来近海で前日に 第51師団の来輸送作戦である、第18号作戦に参加中に、プビー、カタリナの攻撃で撃沈された、貨物船ひたつまる、日産機船、5447相当の生存者救助に向かい、乗船していた、岡部市体第三大隊117名を救助した。9日1406、ニューブリテント、アドラー湾近海で、浮上構想中、 米戦グランパスに発見される。先行中のグランパスは2800メートルの距離から魚雷3本を発射。ちょうど司令塔で喫煙中の田上艦長は600メートルの距離で接近する魚雷を発し、重火じいっぱいを加盟。魚雷2本は回避し、1本は E25 の右げ中央部艦定下を通過していった。同日、ラバウルに到着。11日、輸送物資を乗せて、 ラバウルを出港し、13日にブナに到着して、輸送物資を下ろし、傷病兵37名を収容した後出港。17日にトラックに戻った。23日、イ25はトラックを出港し、カダルカナル島南東沖に進出。29日、レンネル島沖海戦を目撃。イ25は空襲の支援に向かったが、スコールにより失敗。 30日、栄光中の米中巡洋艦シカゴの迎撃のため、浮上して18ノットで先回りをして待ち伏せたが、シカゴは空襲で撃沈された。午後、イ25は、米駆逐艦に発見され、合計40個の爆雷を投下されたが被害はなかった。2月17日001号、エスピリトサント島を飛行偵察。24日、トラックに到着。月日、 い25は、トラックを出港し、フィジー諸島方面へ向かう。5月18日のフィジー島、西方420回に地点付近で、ヌーメアからサンペドロへ向かっていた米タンカー HM、ストレー、HM ストリ、1763トンを発見し、放来劇により撃沈。6月2日、トラックに到着。7月15日、艦長が、オヒカマサル中佐に交代。 7月25日、E25 は、第1潜水船隊、第2潜水隊司令の宮崎武春大佐を乗せて、トラックを出港し、エスピリットサント島へ向かった。23日、エスピリットサント島を航空偵察し、搭載機は、戦艦3、小型船弱艦の在白を報告。24日、この偵察結果の報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、 25日、ニューヘブリディーズ諸島からソロモン諸島に向かう輸送船団を護衛中の米へ、駆逐艦が、浮上構想中の潜水艦をレーダー探知。3700メートルまで接近したところ相手が先行していったため、レーダーの反応が消えた。その後、パターソンは潜水艦をソナウ探知し、爆雷攻撃を行った結果潜水艦を撃沈した。これが、 E25 の最後の瞬間であり、第6艦隊第1潜水船隊、第2潜水隊司令の宮崎武春大佐、艦長の大塚勝る中塞下上院100名、全員戦士。沈没地点は、バヌアツの日宇島沖。10月24日、フィジー諸島方面で防湿と認定され、12月1日に、除籍された。撃沈総数は4隻であり、 計25,493トンに上る。また、商船一石7,126トンに損傷を与えた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。